浜田康夫は日本の実業家、日本原子力発電の取締役社長である。また、非常勤で日本動力協会の理事、原子力発電環境整備機構の幹事、原子力環境整備促進、資金管理センターの幹事、電源地域振興センターの幹事なども務めている。元関西電力副社長である。鳥取県出身。 1949年5月29日生まれ、大阪大学法学部を卒業。これまで、購買室担当、原子燃料サイクル室担当、代表取締役企画室担当などについている。また、2004年の三浜原発3号機の事故から、関西電力社内において、再発防止対策や文化情勢活動のため、 設置された原子力保全改革委員会のメンバーにも選ばれている。2011年6月に日本原子力発電の取締役社長に就任。2011年7月に原子力発電環境整備機構の幹事に就任。2011年8月に日本原電社長就任の挨拶のため福井新聞社、日韓県民福井を訪れた際に、 国の安全審査が長引いている、鶴ヶ原発34号機の増設について、来年3月の着工を目標にして、準備をしていると述べた。さらに、事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所1号機と同型で、運転開始後40年を超えている、鶴ヶ原発1号機を2016年まで運転継続する計画には、変更はないと明言した。 日本原電有価証券報告書第54期有価、証券報告書速報2011年6月30日発表引用サイトより中日新聞2011年8月27日掲載金融ニュースのマーケットギーク浜田康夫2013年1月1日閲覧プレスリリース関西電力2005年6月29日掲載 役員人事日本原子力発電2011年5月27日発表役員人事原子力発電環境整備機構、2011年7月1日発表引用サイトより福井新聞オンライン2011年8月26日掲載ありがとうございます